お花紙五色鶴でスイートピーの花を作ってみました。まず雌しべを作ります。お花紙を半分に裂きます。それを三つに折ります。90度回したら液体のりをつけながら折っていきます。まず半分、もう一度のりをつけて半分、最後は3つに折ります。ワイヤーを20センチに切ります。園芸用のワイヤーがスイートピーの茎にはちょうどいいです。先ほどのお花紙に糊をつけてワイヤーを半分に折ってこれに引っ掛けます。2つ折りにしたら根元をぎゅーっとつまんでください。そして先の部分を丸く切り取ります。スイートピーはマメ科の植物ですから、サヤエンドウのような形にしていきます。もう一度全体に液体のりをつけて引っ張るようにして形を整えておきましょう。もう一つの方はワイヤーを40センチぐらいに長く切ってください。これが茎になります。あとは同じ作り方です。次は花びらを作ります。お花紙を4つに折ります。輪の部分を手前にして折り上げます。この時3センチぐらいずらしてください。90度回したらそれを半分に折ります。花びらの形を描きます。花びらはなみなみと書いてください。慣れてきたら書かずに切ることができます。輪になっている部分は全部切り取らず少し残してください。この部分を斜めに切り取ります。輪の部分を少し残して切っていきます。最後の端は斜めに切り込みを入れます。開くとこんな感じになっています。上が大きな花びら、下が小さな花びらですが、角が尖っていますので、この部分を2つ折りにして角を丸く切ってください。ここつながっていますから、この部分で2つに分けることができます。花びらは2つ分できます。折り目のところで折り返しておきます。額を作ります。額は緑のお花紙を4等分してください。細長く4等分したら、これを3つに折ります。
さらに三角に折っていって16折りにします。こんな細長い三角になります。ギザギザにするために斜めに切り落としてください。真ん中の部分に穴が開くよう1ミリほど切っておきます。これを開くと丸い額の出来上がりです。パーツを組み合わせていきましょう。丸くなった部分を上にして花びらをワイヤーの間に挟みます。お花紙をしっかりと押さえながらまっすぐに引っ張っていきます。根元までしっかり引っ張ったらめしべを起こすようにして持ち上げます。花びらを2つ折りにしてギュッと引っ張ったらワイヤーを交差させて 1,2 回ねじってください。もう一度お花を開いて先ほど輪の部分を残してあったところを手で引っ張って裂きます。これで内側の花びらと外側の花びらに分かれます。外側の花びらは上の部分が実際はくっついていますので少し重なるようにしておきましょう。もう一度半分に折ってワイヤーに額を通します。フローラテープの粘着部分が出るようにキュッと引っ張ってハサミで切ります。花と額を一緒にしてギュッと握ったらこの根元の部分を引っ張ってベタベタしているフローラテープで巻いていきます。花の付け根の部分を曲げたら、つぼみの出来上がりです。半開きの花も作ることができます。花が開いた様子を作るには、外側の花びらを大きくしっかりと開きます。根元までしっかり引っ張って、上のところを少し重ねたら、丸く丸みをつけながら開いてください。そして、端の部分を反対側に少し折り返します。ひらひらした感じが出ます。内側の花びらは花の付け根を持ってめしべを包むように形を整えてください。
めしべの尖った部分が上を向くようにワイヤーを整えて出来上がりです。長い花と短い花を組み合わせていきましょう。花を少しずらしてくっつけます。二輪でも綺麗ですが、三輪咲かせると豪華になります。最後に花の向きをだいたい揃えて、茎を反らせるとスイートピーらしい形になります。完成しました。グラスに生けたり花束にしたりして飾ってください。